はい、皆さん改めておはようございます。おはようございます。お父さんお母さんもおはようございます。はい、私は井上という神社で神主をしています。今日は神社のことを一つ皆さんに知ってもらいたくて、大人の方々が計画をしてくれて神社にお話をいただきました。神社って何だろう、神様って何だろう、おみこしさんって何だろう、いろんな質問があろうかと思います。神主さんも一生懸命ご説明しますけれども、皆さんからも質問がたくさんあれば答えられる範囲でお答えしたいと思いますので、今日一日よろしくお願いいたします。どうしても聞きたいことがあります。まず一回でも神社に来たことがある人、みんなある、みんなある、神社に来たことある、はい。じゃあどんな時に神社に来ましたか。鯉のぼりの時来た人、おー鯉のぼり見てきた、鯉のぼり来た、はい。じゃあ冬、お正月、皆さん冬休みかな、時に寒い中お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと初詣に来たことある人、初詣って何、そうだそうだね、初詣って何だね、境内と言います。境内っていうのは神様がいる建物とか、この社務所と言われる建物とか、神様に関係する建物、土地あるところを全部境内と言います。皆さんが通ってる学校のところは敷地って言うと思うけどもね、神社では境内と言います。神社の社にお仕事をするっていう感じに場所の所です。はい、神社のお仕事をするところって言って社務所という。はい、じゃあみんなここ、この道のことなんていうか知ってる人わかるかな。はい、はい、ここの道のことを参道と言います。はい、神様へ静まる神社まで続く道のことを参道って言います。今お兄ちゃん方が立てたところ、あそこはアスファルトで固くならされているけども、ここは石が引いてありますね。これは石を引いているのには実は理由があります。いやー、いいね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 。歩いていくごとにそっザッザッザッと音を立てて歩くとみんなが心も体もきれいになって神様のところに近づく、そういう意味があります。はい、では目の前にある建物、ここは、はい、こちらお姉さん見てください。手水社あるいは長寿社、はい、手水屋長寿屋って言ったりもしますけれども、だいたい手水社ですとか長寿社っていうふうに言います。じゃあここは何をするところでしょうか。手を洗い流してお祓いするの。ピンポーン正解。はい、もう一回大きい声で言ってもらっていい。でも手を洗い流してなんかお祓いする。正解です。ここは手とお口と、そしてもう一つ心を洗うところです。はい、じゃあまず左手を洗います。はい、左手洗います。はい、じゃあ次持ち替えて右手を洗います。そうです。で次に左手をこういう風にお水をためてお口の中を洗ってペーとします。はい、はい、で今度は左手を洗います。はい、左手を洗って最後この持ってるところを洗うためにトロ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 ーと流します。そうです。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってよ。はい、で綺麗にここに置いていただきます。はい、ありがとうございます。はい、方法です。左手洗って右手洗ってお口を洗って左手を洗って最後ここに注目してください。ピーッと柄を立ててお水手前に流しましたね。これには大切な意味があります。自分がこの柄を使って手とお口を清めました。でも自分だけではなくて次の人もその柄を使います。
この持ち手を洗うことには次の人のための行動です。自分たちだけではなくて、自分だけではなくて他の人も使いやすいようにっていう、みんなが気持ちを込めて優しい気持ちを持って次の人のために、誰かのためにする行動のやり方がこれです。いよいよ神様のいるところがここの社殿です。で、先ほど外から説明をした本殿、幣殿、拝殿というところがありました。はい、まず一番奥の本殿というところが、あそこの屋根見えるかな、ピーッと屋根見える、あそこが外から見たときに屋根がこう食い込んでいたところ、あそこが本殿、あの奥の建物が本殿。はい、ここの建物のことを幣殿と言います。幣殿。そしてみんながいるところが拝殿と言います。はい、大きく3つの建物があるって言ったね。それが本殿、幣殿、拝殿でございます。ちょっと雨の関係で予定が狂ってしまいましたけれども、じゃあ子どもたちの皆さん後ろを見てください。はい、先ほど少しご挨拶させてもらいましたけれども、本日みこしのことについて教えていただけるみこし会の皆様方でございます。少しおみこしさんのことをご説明したいと思います。はい、こちらの皆さんの目の前にあるこの、なかなか見たことないね、こちらおみこしと言います。漢字で書いたらちょっと難しいんだけれども、神様の腰という、こういうふうに書きます。じゃあ腰って何だろうかな、腰ってわかるかな、難しいね。そう、腰っていうのはこちら、昔の2本ビューッと長い棒があって、人だったり物を運ぶ、こういったものを腰と言います。この腰に神様の神をつけて神輿というふうに言います。はい、神輿会の人たちとか町民の皆さん方が神様をわっしょい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 と担ぐものがおみこしです。おみこしが美幌町に出るのは年に1回、9月の5日、美幌神社の秋のお祭りの時に神様が、先ほど言った神社の本殿からこのおみこしさんに乗って美幌町をじゅんぐりじゅんぐり巡って、皆さん元気してるかな、皆さん今年はお米、食べ物たくさん取れたかな、元気してるかなって言って、神様が1年に1回出るときにこのおみこしを作ります。今日は取った、はい、今みこし会の方々が普段おみこしを担いでる方法を見せてくれました。迫力満点でしょ。でこうやって神様をお乗せしたおみこしさんを盛り上げて、たくさん振って神様の力をたくさんたくさん増やして、町民の皆様に力をこう与えます。よいしょ。わっしょい。わっしょい。わっしょい。皆さんに多くのこと、神社の多くのことをお話しすることができて、とても嬉しかったです。いろいろ学びましたね。手水のやり方、90度の
角度のお参りの仕方とか、今日一日皆さんが元気よく、そして姿勢を正して、みんながこっちを向いてお話を聞いてくれたことに本当嬉しく思います。どうか神社にはお気軽に来てください。365日いつでも神社にはお参りすることができます。日々生活できていることの感謝と、そして、その日からの生活の願いを込めて日々お参りすることがよろしいかと思います。また神社では鯉のぼりとか皆さん方に来てもらえるような取り組みをたくさんしていきたいと思いますので、どうか今後とも神社をよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。